こんにちは。おえつけアナウンサーの今川奈緒です。ここからはおえつけアナのクスクスのコーナーをお楽しみください。さて、今回は質問コーナーを開催します。このコーナーをなぜ開催するかと言いますと、最近今川さんってあんまり自分の話をしないねとか、プライベートが謎と言われることが多々ありまして、今日はちょっと初公開のものもたくさんあるので、いろいろプライベートのことをお話ししたいと思います。事前にインスタグラムの方で質問を募集させていただきました。皆さん、たくさんのご質問本当にありがとうございます。今日はその中から少しピックアップして答えていきたいと思います。早速参りましょう。1問目お願いします。元気、笑顔の秘訣は？これはとにかく健康でいること、息抜きの場をしっかり作ること、自分へのご褒美を与えることです。私は仕事終わった後、毎日家で大好きなチョコレートを食べることがご褒美です。続いて、仕事を楽しくする秘訣は？この質問結構あったんですけど、真面目に答えると、ちゃんと自分と向き合うことです。ちゃんと悩むこと。仕事をするにあたって必ず目標ってあると思うんですよ。なので、その目標に向かってちゃんと向き合って頑張ること。できなかったらできなかったで、どうやったらうまくいくかって考えたり、できた時には自分を褒めてあげる、この繰り返しです。やりがいを見つけてください。続いて、意外と自慢できることは？私、意外と運動ができるんです。中でも足が速いんですよ。中学校3年生の時は 7.2 秒で、クラスの女の子の中で上から2番目で、学年で数えても上から上位に入っていました。握力も40あります。続いて、金箔を前任の矢野アナから引き継いだ時の心境は？とにかく頑張りたい、頑張ろうという気持ちが強かったですね。というのも、この引き継いだ時がまだ入社して1年目の冬から春にかけての時期だったので、あんまりそのまだプレッシャーとか責任感とかを感じていないくらい未熟だったので、不安もありましたけど、頑張りたい、やるぞっていう前向きな気持ちが強かったです。続いて、金箔でたくさんご飯を食べていますが、体重は変わりましたか？この質問多かったんですけど、皆さんやっぱり私の体重の変化に気がついていましたか？もうすぐで丸2年になるんですけど、太りました。中でも一番太っていた時の写真をご用意しました。ご覧ください。こちら2020年の夏頃なんですけど、よく見てみると、もう二の腕もパンパン、肩周りもパンパン、お腹周りもパンパン、顔もパンパンで、もうはち切れそうですね。まあでもやっぱり金箔のロケをすると、だいたい1日まあ6件とか7件とか行くんですけど、その中でやっぱりグルメで美味しそうなお店が多いので、4件5件入ってしまうんですね。お食事だけで4件5件あったりするので、やっぱり朝の10時くらいからロケが始まって、夜の7時くらいまで8時くらいまでロケしてるんですけど、その短時間で4軒5軒回るので、食べ物だけでも体重増えますよね。胃が拡張するんですよね。家帰って夜中もちょっとお腹が空いちゃうくらい、ぶりがつくと言いますか、ちょっと食べてしまいます。気をつけます。続いて、最初意味が理解できなかった岡山弁は？これは3つあって、ボッケー、モンゲー、ちばけるです。岡山の方はもう絶対知ってると思うんですけど、香川県の皆さん、そして全国の皆さん、ご存知でしょうか？モンゲー、ボッケーは、まあ、とてもとかものすごくとか、後に続く言葉を強調する言葉で、ちばける、これふざけるという意味なんですね。ちばけるなと言ったら、ふざけるなという意味です。分かんなかったですね。続いて、推し活はしていますか？しています。これ初めて話すんですけど、セブンオーダーというアーティストが大好きで、ファンクラブも入っていますし、ライブにも行きますし、なんなら一人でライブにも行きますし、あとは CD も買いますし、テレビに出ていたら全部見ますし、 YouTube も見ますし、もう全部把握しております。
何が好きかってグループ全体としてのパフォーマンスはもちろんなんですけど、一人一人の個性がすごく際立っていて、みんなが外で自分の個性を生かして頑張っていって、最終的にグループに還元させようと頑張っているグループ愛だったり、歌もできればダンスもできる、色気もある、笑いにも触れる、もう言い出したらキリがないんですけど、好きとリスペクトと本当にもう尊い、いろんな意味を込めて推しております。いつもありがとうございます。続いて、日頃のストレス発散方法は、お家の中で大音量で音楽を聴いて熱唱することです。一度だけ隣の部屋の人に壁越しにコンコンとされたことがあるので、多分近所迷惑になっています、すみません。続いて、今川さんの自画像が見たいです。書きましたよ、じゃん、初めて書きました。どうですか、似てますか。特徴としては、私ほっぺたにお肉がしっかりとついていますので、そのお肉のここ部分とほうれい線と、あと前歯が私2本大きいんです。なのでその前歯を特徴として描きました。似てますか。続いて、今一番の趣味はズバリ韓国ドラマです。私小学生の頃から韓国ドラマが大好きで、多分これまでに100本以上は見てきたんじゃないかなと思うんですけど、一作品だいたい20話とか30話40話あるんですが、それをお休みの日は24時間かけて一作品全部見切ってしまうこともあります。お休みの日はだいたいはもうずっとベッドの上で韓国ドラマを見ています。1日の歩数は30歩とかです。今日は私がね、本当に皆さんにおすすめしたい韓国ドラマベスト5をこちらに書いてきましたので、皆さんぜひ参考にしてください。もっともっといろいろ韓国ドラマについて語りたいんですけど、ちょっとお時間がないので、今度このクスクスの場をお借りして私の韓国ドラマ講座を開催したいと思うので、ぜひ楽しみに待っていてください。ぜひこれでおうち時間充実させてください。続いていきましょう。自分を家電に例えると、この質問面白いですよね。願望8割で空気清浄機です。その場をパッと明るくできたり、和ませられたり、なんだか雰囲気を作れるようなパッと変えられる存在になりたいという意味を込めて空気清浄機です。続いて、スキンケアは何をしていますか。今日は私が普段使っているものを写真に撮ってきたので、こちらご覧ください。だいたい左側から洗顔した後にスクラブをして角質を落として、で横にあるマスク、これは週に2回くらい使います。でこの流れが終わったら導入化粧水をつけて、これは化粧水をより浸透させるためのものなんですけど、その後に化粧水をつけて、で美容液は一旦置いておいて乳液を使うんですけど、化粧水をした後に、ここにはないんですけどパックを本来はいつもして、でパックをした後もう一回化粧水をつけて乳液をつけるというのを繰り返してるんですけど、化粧水は今4つくらいあって、これはまあ春とか秋とか乾燥しやすい時期に使うものと、夏場のベタつきが気になる時とかと、まあ自分の肌によって使い分けています。で美容液も特に乾燥している時に化粧水の後に使って、はい、自分のちょっと肌の調子を整えています。ぜひ参考にしてみてください。続いて、最近読んだ本で一番面白い本とその理由はこちら。最近読んだ本で一番おすすめはこちらですね、湊かなえさんの往復書簡。こちらは2010年に刊行されたもので、私も最近といっても3回目なんですけど、読むのが。湊かなえさんといえば代表作は、まあ、告白だったり N のためになんですけど、この本はこの一冊の中に3つのお話が入っていて、全部に通ずるところが、手紙のやり取りをするんですけど、過去の事件とか事故のことに関して手紙でやり取りをすることで真相をまあ探っていったり、まあ、新たな発見があるというような本なんですけど、手紙のやり取りをしていく中で複数人とやり取りをするので、
相手によってその事件事故に対する受け止め方とか捉え方が違うので、読んでる私も一緒になって、これ何が真実なんだろう、どういうことなんだろうって相手の心情を探りながら答えを見つけていく楽しさもありますし、終わった後になんだかその気持ち悪くなると言いますか、ゾッとするようなミステリー感もある本なので、最後まで読まないと結末がわからない、ハラハラする、本当におすすめの本です。ぜひ手に取ってみてください。続いて、今川義元とつながりはありますか？ありません。もういっぱい調べたんですよ、私もこれまでの人生の中で。でもどこにもつながりはありませんでした。あったら変わってたかな。続いて、ときめくときってどんなとき？意外な一面を見たときです。ギャップを見たときで、例えば普段クールな方が、くしゃっとした笑顔を見せたり、ちょっと緩んだ姿を見せてくれたりすると、あ、もっと知りたいなって思いますね。だいたいこのときめくときっていろんなパターンがあって、普段にこやかな人が男らしい姿を見せたらキュンとくるというタイプの方もいると思うんですけど、私は逆で、クールな人が可愛らしい姿を見せてくれたときにキュンとします。続いて、ヘアスタイルの変遷が見たいです。こちら実は中塚アナウンサーからの質問です。みおちゃん、ありがとう。今回写真で用意しましたよ、ご覧ください。高校3年生から社会人1年目までをちょっと写真でいろいろ並べてみたんですけど、まあ、ご覧の通り、高校3年生の時は黒髪でロングヘアで、だいたい髪の毛いつも巻いていて、で眉毛の黄金比、前髪の7対3の黄金比が流行っていたので、キープしてました。ケープで固めてキープしていて、大学1年生2年生は髪色がやっぱりちょっと明るくなって、大学3年生はもう就職活動とかが始まるので、ちょっとずつ落ち着いてきて今に至りますね。長さもあんまり変わってなくって、社会人になってからもさほど変化はないんですけど、まあ、前髪が特にこれまでは重かった前髪が流行りに合わせて、まあ、シースルーと言いますか、ちょっと薄めに、はい、なっております。変化しておりますでしょうか。みおちゃん、どうかな。はい、では次参りましょう。何歳で結婚したいですか？この質問も結構あったんですけど、理想は30歳です。結婚してもアナウンサーの仕事を続けたいです。続いて、アナウンサーあるある知りたいです。2つありまして、1つはとにかく声が大きい、2つ目、食事の時に無意識に食リポをしがち。本当に外で友達と喋ってると声が大きくって、自分でハッとする時があるのと、友達と食事をしていると、あー、いい香りとか、甘酸っぱいとか、無意識にやってしまいます。多分治らないです。続いて、アナウンサー以外でやってみたい仕事はありますか？マネージャー業をやってみたいです。アナウンサーとちょっと共通するかもしれないんですけど、あるものの魅力とかを徹底的に調べてそれを発信しようとするじゃないですか。なので多分私、担当するタレントさんの魅力をとことん深掘りして、その人がどうやったら生きるのか、どうやったら活躍できるのかということにもう命をかけて頑張れる自信があります。ぜひスカウトよろしくお願いします。はい、ということで今日は19問質問にお答えしましたが、いかがでしたでしょうか。皆さん、私のことちょっとは知ってくれましたでしょうか。ということで、私がいつも担当しているバラエティ番組金箔のお話もしましたが、金箔は毎週金曜日の夜7時から放送していますので、ぜひご覧ください。今週も放送がありますので、ぜひお楽しみに。今日は19問の質問しかちょっと答えられなかったんですけど、また第2弾3弾といろいろ質問にお答えしていきたいと思いますので、少しでも私のことを、そして OHK のアナウンサーのことを知っていただけたらと思います。ありがとうございました。今日はこのあたりで失礼します。またお会いしましょう。さようなら。